コメント欄さ、おはようフシャテリアで埋め尽くされてるんでさ、なかなかいいような光景やねんな。すごいよな、面白い。お弁当欄、コメント欄めっちゃさ今鼻詰まってるんよ。なんかな、昨日も思っとってんけど、っていうかちょっと前からなんやけど、なんかずっと鼻呼吸ができない。お弁当欄おもろ、よくしゃべりやがいっぱい。あ、英語せなあかん、英語以外もせなあかんね。気にならん？エラ呼吸するしか。確かにエラ呼吸しようかな。皮膚呼吸をもっとちゃんと。よし、やりかけたから、どうしようかな。社会する、嫌いやけど理科にする。理科の気分じゃないから社会しよう。半魚人黒島、もう現実逃避しようしたいな。どうしようか。教科書を読んでしっかり確認してください。無理でーす、無理でー。都道府県一つあげて、どうしよっかな。大阪が良かったな。なんで大阪のとこねん、なんで大阪のとこねん。新聞やって楽しそう。あ、これ、あ、新聞楽しそうやん。新聞やるかな。どこの県にしようかな。無理でーす、教科書なんて読みませーん。反抗期おもろ。わあ、停電力あと 10% やって、きー。名前だけ先書こう。4組の8番。何番かわからんくなる。黒島でーす。どこの県にしようかな。おやつの、おやないだいぶおやない。ショールームの通知が一件あるだと。あ、びっくりした。ギフトの追加でした。怖いよね、アンジュさんの配信を見逃したかと思った。ほとんどの人が仕事で見れないこの時間帯に最近ずっと配信するこだわりは、暇やから。暇じゃないんよ、この時間帯しか空いてないんよ。朝はね、起きれないしね、夜はね配信できないのよ。で、夕方くらいになると用事が入ってくるのよ。ということでこの時間しか空いてないんですよ。なあ、まあその夏休みだからそんなもんすよ。患者さんの配信を見逃すのは大問題です。あ、夜勤の人もたくさんいる。確かにね、あ、夜勤の人に優しい配信ということでね。夜勤の人に優しい。昨日若菜さんに鳩の写真送ってもらってない？みんな若菜さんに伝えて。若菜さんテロップに書いとこう。送ってくれなかった。どこの県おすすめ？大阪がおすすめなんやけど、私は。なんで大阪あかんの？暇やけど仕事にも。ひどい。かわいいね。犬や
今日やな。かわいいわ。リレー配信終わったんかな。全部終わったんかも。知れへん。後の写真送るって言うと送ってくれへんかった。あ、今日は吉野さんです。なるほど。上野さんおはよう。犬がな、このなんていうの、 Google って言わ、言うていいよな。 Google の出てくるやん、なんかトップニュースみたいなやつの犬が出てきて可愛すぎて超可愛い。行きたい県でいい？ちょ、都道府県どこあったんだっけ。アンジュさんの生まれた気も、さすがにちょっと気もからやめとこ。福岡、新潟、大分、鹿児島、沖縄いいな。でも沖縄絶対やってる。コールもう見当ついてる。石川、愛知、でも沖縄がいいな。沖縄の黒島にしよう。ち、あ、島根とかやらなそう。やらなそう、やらなそう。まあでもいいや、沖縄にしよう。沖縄、沖縄、沖縄。昨日さ、髪型さ、お団子やったやん。毎年行ってた、沖縄行ってたけど、あれなんよ。アポニーさんギフトありがとうございます。なんかね、コロナ禍で行けんくなって、で、そう言えへんくなった。なんか規制かかるみたいになったやん、ハワイとかもそうやけど。ってなったから、なんかもうあってなって。ポンギンさんとムーチョさんギフトありがとうございます。もう行けへんくなった。まあもうそろそろ行き始めるやろとか言う。じゃあね、コロナ禍でやっと収束して行けるわと思う時に活動始まったから行けへんくなってんよ。うん、黒島家よう行く。黒島家というかうちの家族はよう行く。ええ、そう、お団子、お団子がな、高めのお団子やってん昨日。だからこう振った時に重さが2倍になるからバキッて言って、ここが痛い。後ろ向いた時かな。もう後ろ向けへんねん。ここが痛い。ここ痛い。重かったお団子ちょっと2倍になったらグワンっていった。ここが見違えたみたいになってる。だよ、寝違えたことないから。寝違えたかあんま分からんけど、ほくろ首みたいになるよ。よし、首弱すぎちゃう。筋肉ないんかな。めっちゃ重かったお団子
でも回るときはこのブーンってなる遠心力がないから回りやすかった。ポンギーさんギフトありがとうございます。鶴吉さんもギフトありがとうございます。顎もきたんと、ほんまに重かった、ブーンってなった、痛いと思って吹っ飛ばされた。あ、そういえば今日黒島博覧会の展示されますね。くしゃみでそう出えへんけど、くしゃみでそうって言ったら引っ込むくない？どん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 、一人で解決してる皮捕まえて解決してる、おもろい。テロップ臭今気づいたんかよ、今気づいたんかよ。だって若菜さんが送ってくれへんかったんやもん。悲しい。送ってくれるって言ったじゃないですか。何の鳩が好きなんか気になってたんです。私はあれなんです。私はあのね、何やったっけ、あの私はドバトと白のやつが好きなんです。白のやつの名前が出てこへんくなった。ドバト、ジョンさんギフトありがとうございます。ドバトと何やったっけ、ジョンさんギフトありがとうございます。アーズさんもギフトありがとうございます。ジャンレで、そう前回と同じ桜田さんと、前はシオンさんがおってんけど、ん何分やって今、あもう15分くらいじゃない、15分経った。
もしかして15分経った？沖縄って字をレタリングしている間に15分が経っちゃった？あ、経っちゃったね。よし、ランキング読みます。13位が、よいちさんありがとうございます。12位がもうふ兄さんありがとうございます。11位がみちこさんありがとうございます。10位がオレオズさんありがとうございます。9位が野原しんのすけのすけさんありがとうございます。8位がヤン008さんありがとうございます。7位がシンアットマークナイルさんありがとうございます。5位が、6位がしげやんさんありがとうございます。5位が鉄板23えもんさんありがとうございます。昨日も DM を見た。4位が北斗のケンシロウさんありがとうございます。3位がカルちゃんさんありがとうございます。2位がポンギンさんありがとうございます。1位がムーチョさんありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。早い早い、この後寝るな。違います、あの眼科行かなあかんねん。目がさ、ほんまにさ見えへんくてさ、両目見にくくなってきてるから、そろそろやばいということで眼科に行ってまいります。ありがとうございました。おいしょー、エアコン切った。よし、ありがとう。あー、8月や、今日から8月だー。8月老眼で見えへん。また違うあれですねそれは。なんで急にやねんな、めっちゃ。あー、ありがとうございました。メガネっこになる、似合わんねん。コンタクトにしよう、それやったら。でも目悪くなるか、もういいか。よし、ありがとうございました。